はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。はい、亡くなった方のね、スマホはどうするかっていう話で、まあ、すぐに解約をする方もいらっしゃるだろうけど、やはり、なんだろうな、その旦那さん、奥さんのつながっていたものっていうのが、そのスマホだったりするわけじゃないですか。なので、まあ、もちろんね、その解約したからといって、そのメールとかがね、見えなくなるっていうことはないとは思います。けれど、なんだろうね、いつか、こう、ね、繋がるんじゃないかっていうふうな感じで、まあ、その基本料金5000円とか3000円とかを払い続けているっていう人は、多分1年2年経っても払い続けてる方っていらっしゃるのかもしれないね。まあ、どっかで区切りで3年目でようやくもう区切りがついたっていうことで、まあもちろんその後ね、恋愛をしちゃいけないっていうわけじゃないから、恋愛、その旦那さん、奥さん以外の人に、こう、目を向けることができるようになったんで、まあ、解約をした。っていう方もいらっしゃるようですね。うん、あの、女優さんかな？なんか、去年、一昨年ぐらいに旦那さんがお亡くなりになって、多分、癌かなんかで、まあ、余命何名、何年っていうのを宣告されたんだけども、まあ、その1年、例えば1年だとしたら、2年、3年、ね、ずっと、まあ、もちろんその方の体力だったりだとか、気持ちだったりだとか、あと、お医者様の、献身的なもの、もうっていいのかな、その、薬だったりだとか、そういう処置ね。そういうもので、余命1年、半年だったのが、2年、3年、伸びていったっていうのは、あるようですね。で、それで、やっぱりアンチの人が、本当にその病気になってんのって疑い始めて、で、やっぱりその病気の詐欺じゃないかっていうね、ことを言われていました。余命詐欺ではないかって言われていて、まあ、そういう意味で炎上がありました。私はその方のファンじゃないけど、そう言われたらショックだよねって、心折れるよねって思いながら、何にも発信しませんでしたけども、で、やっぱね、大変だったみたいね。心の空白を埋めるのは、まだできないっていうふうに言われております。まあね、もちろん、すぐにさ、他のところに目を向けて、他の人とお付き合いしてっていうんだったら、変な話さ、その旦那さんが生前生きている頃から、存命中から、まあ、その男の人と付き合ってたんじゃないかっていうふうに言われちゃうからね、うん、大変だと思った。だからまだね、解約してくできないっていうのは、その、一周期っていうか、まあ三周期か。一年経っても、解約できないっていうのは言ってましたね。まあ、ご本人は、そのブログなり何なりで言ってなかったけど、時折その LINE とかそういうので、なんか送ってんじゃないかなって。今どこにいるのとか、
今どうしてるっていうようなことを何回か LINE とかメールとかで送ってるのかもしれないね。でそれでまあここの平穏というかバランスを保っているとは思っています。で今はどうしていらっしゃるのかわからないけど、なんかね、どうするんですか、すいませんね。どうなんだろうね、多分まだ旦那さんがお亡くなりになったことを受け入れにくいのかなとは思ってます。皆さんどう思いでしょうか。以上です。